タツタリ事件とは、1953年から2年間、熊本県熊本市黒上町市もタツにあった、タツタリの児童の通学をめぐって起きた、教育行政上の問題である。人権、教育権、医療と科学など重要な課題を、学校、教育行政、父母、地域住民、さらに国政の場にも投げかけた、全国的に注目された問題であった。学校の名前をとって、 黒上高事件とも言う。ハンセン病療養所に患者が入所するにあたって、その不養するあるいは、携帯する健康な児童の取り扱いが問題となった。できるだけ親族に相談の上、これを引き取らせるか、それができないときは、九州療養所の場合は、町老院に委託した。その際は、毎月委託料が必要であった。昭和六年に、大予防協会ができてから、 その一部の予算を使うなど苦心があった。以前の患者携帯時の名簿を示す。ハンセン病の療養所である九州療養所には患者の指定を収容する来予防協会立警風園という保育施設が1935年設立された。1941年九州療養所は国立療養所菊池警風園と改名した。ハンナ・リデルが創設した。 ハンセン病病院海春病院も同年に廃止されて、来予防協会に寄贈され、海春病院から寄贈された7万円のうちの1万9800円で、菊池慶風園での保育所と同規模の竜田寮が建築された。以前の慶風園に入所していた患者の指定を収容することになった。学童もいたので、黒上小学校竜田寮分校が開かれたが、 教師も助教諭が数とと少なく、教育も行き届かなかった。中学生、高校生は、地元の中学、高校に通学していた。菊池京風園は、1942年より、京風園は、達田寮の児童を、黒上高本校に通学させたいと要求し、熊本市は了解したが、黒上校の保護者の強い反対で、時期焦燥として葬り去られていた。 菊池慶風園園長の宮崎松木は、1953年11月黒上校を訪れ、辰田良児童の問題を1954年4月まで解決してほしいと申し入れた。校長は、PTA の反対があるので、了承があれば通学させていいと返事した。PTA 会長、瀬口隆之介を訪ねたが、瀬口は慎重に対処しなければならないといい。 話が進展しなかった。宮崎は、熊本法務局に対して、12月2日に、達田寮平井健康児童の黒髪、高本交通学に関する差別取り扱い撤廃の申告書を提出した。これを聞いた瀬口は、この問題は啓発活動が先行しなければならない。しまった。と漏らしている。宮崎松木も、瀬口龍之介も医師であり、 前者は国の医療機関の代表者、後者は県の政治に関与している人である。出発から平行線であったが、児童、教師、保護者、公区民を巻き込み全国的に注目する事件となった。文献にある数を示す。12月9日、PTA 総会が開かれ、宮崎、瀬口の外に市教育委員長、教育長、地元の市会議員も出席した。 アンケートの結果家庭数千二百六十六のうち、回答数千二百二十九、通学を認める賛成は四百二十、反対は七百九十五、中立十四であった。熊本地方法務局は一同じ条件である全国の、外の五つの施設では、トラブルもなく仲良く勉強している。二九州大学細菌学教授とだただを、皮膚科教授、樋口健太郎は、現状なら、 来感染は考えられないという意見書を出した。法務、文部、厚生の参省は、通学拒否は妥当ではないという線を打ち出した。厚生省としては、周到な健康管理を行っているので、来を他に感染させる恐れはないと認める。文部省としては、感染させる恐れのない児童である限り、一般児童と区別することなく就学させるべきであると判断する。 法務省としては、厚生、文部両省の見解より判断すれば、一般の学校に通学させるべきであると考える。この参考に基づいて、3月1日、熊本法務局長室で、法務局、市教育委員、警風縁側から出席して、次の方針が決定された。市市教育委員会は、昭和29年4月以降、達田両児童を全面的に、 黒上小学校本校に通学させる。二木口継封園は、前期通学児童に対する健康管理を一層厳密にする。1954年3月1日、黒上高校庭で、町民大会が開かれた。当時の意見は、達田寮の児童らは、未感染と言われているが、過去すでに5名が隔離されている。未感染と言い,い、電線の危険性がないという学説は信じられない。 全知の方法も発見されていない。未感染児童の発病率は0.7%となっている。これがゼロになれば、通学に賛成する。約1800名余りの児童の健康を犠牲にすることはできない。1954年3月10日、岡本教育委員長は、市議会において入学許可の結論に達したと答えた。11日、ラジオで、 これが放送されたが、PTA はますます態度を硬下させた。11日夜、反対派、約500名が、市教育委員会に陳情デモを行った。同12日、同盟休校を断行すると述べた。これより先、関係者委員会を主催した際に、反対派から、第三者の診断次第であえて反対しないという、発言があった。4月2日、熊本大学皮膚科で、 新入学生4人の診察が行われ、異常がなかったので4月7日、市教育委員会は民8日から通学させると通告した。これを不満とした反対派は4月8日から同盟休校に入った。4月8日、黒上高校門に大きな字で来病の子供と一緒に勉強せぬようにしばらく学校を休みませう。などと張り紙が出た。 熊本日日新聞の社説には、ここには故意に、子供たちに深い印象を与えることを目的として、愛情の名にふさわしからぬ憎しみが露呈すると述べた。立田寮の1年生4人は2人の保母と共に、投稿した。全校生徒1928名のうち、投稿したのは76名であった。5日目は312名が出席した。反対派は17カ所の自習場で、 寺子屋式の授業となった。その後、市議会文教委員会4月21日に次の調停案が出された。4月末日までの休校を指示し、再度熊本大学の診断を受けること。それで、4月27日、熊本大学皮膚科で再度診断を受けた。その結果、4名のうちの1名は、洋観察ということになった。このことで、 入学反対の炎が再び燃え上がった。5月1日、地文教委員会は3名を通学させ、1名を、達田寮内の文校から通学させるという最終的な調停案を出し、これが受け入れられた。当時の小学校長は、振動のため健康外し、尾崎東校が急遽、黒上小学校校長に就任したしかし、1954年6月15日、 通学反対派が、達多両そのものを廃止せよと訴えた。その後両者から入り乱れて、陳情合戦ということになった。大立茂尾文部大臣も熊本県庁に来て、両者から陳情攻めにあった。参議院文部委員会においても陳情合戦が行われた。10月7日の参議院文部委員会での発言はなお、宮崎県長は反対派のパンフレットの領事からの発病については、 寮内の発病でないと説明している。その後、市教育委員会は次年度の児童を入学させる解決原案を発表したが、反対派から拒否されてしまった。PTA の通学賛成派と反対派は、真相発表の集会を開き、ある時は100メートルも離れていないところで行った。1955年、入学通知書を出すと、反対派の3名の会員が、 市教育委員会前でハンガーストライキに入った。熊本商科大学学長、高橋森夫と熊本大学学長、ワニブチ竹幸が圧線に乗り出し、高橋学長が責任を持って児童を引き取り通学させることとなり、155時間に渡るハンストは中止となった。前の文章は自宅に預かりとあるが、高橋森夫の自宅は別の校区である。この文献によると、 王将に預かりとあり、黒髪校区である。1955年度の入学式はそれでも4月18日に延期になった。付き添いは、ほぼでなく、他校の女性教師が務めた。校長、尾崎東校は、領事が入った新一年のクラスに反対派のリーダーの孫が清掃に行かせてほしいと申し出たことが嬉しかった。この他に反対派の小や孫たちが新しく入ってきた子供たちを、 伊藤をしむ、温かい心があったことが救いだったと述べている。黒上校では、その学童が他の児童養護施設に引き取られるまで、極めて微妙な対応に迫られていた。学童の周りには賛成派で固め、席替えもなく、特に給食にも気を使った。学籍簿は校長にも知らされなかった。1955年秋から子供たちは、 親戚や熊本県下10カ所の児童養護施設に国費に引き取られていった。それから2年後の1957年10月には、達太領の用途廃止が決定された。ありがとうございます。